このやり方で稼げない意味がわかんない。まず真似してごらん、これを。再現性 99%、 稼げないわけがない副業大紹介、うん、よいしょ、お願いします。怪しいねタイトルめっちゃ怪しいですけど、ちょっと僕の本音をお伝えしてもいいですか。遠回りせずに稼ぎたいんですよ。この副業やっとけば、これを真似しとけば、とりあえずもう稼げないわけがないよっていう最強の副業を教えてほしいんですよ。そんなことないよ。終了じゃあいつも言うけど、うん、そんな遠回りせずになんてないんだよ。ないない。そう、だからみんな稼げないんじゃん。だけど 99.999% もう最後お金になるっていうことは教えられる。あ、それ聞きたいっす。遠回りしてもいいけど、最終的に絶対に稼げるよっていう方法を知りたい人だけ見てね。あ、なるほどなるほど。今すぐポンポンって明日 99.9% 稼げますよみたいな、そういうのが欲しいっていう人はもうこれはここで閉じてください。ただしこの方法を使えば単価も1万2万じゃないよ。10万20万、うちの生徒さんだと30万50万っていう商品ももう売っちゃってるから、この方法もうやめようかな、もう言うの。出しましょう実際にママためコーチング塾の中で、まあ、教えている、まあ、方法をここでもズバッと、まあ、伝えてしまうので、はい、やめようかなこれでもね、これまさにこれも価値確定の副業だからさ、いやーやめようかな、何回言うだって、ねでもね、これやっぱり伝えておかないとねいけないし、やっぱこの方法みんな知らないっていうのがもったいなさすぎる、はい、まあ、僕もねめちゃくちゃ高い講座で教えてもらった方法だから、うん、これあんまりちょっと本当に言いたくはないんだけれど、みんなさ本当稼げないよねだから稼げる見通しっていうところを持ちたい人はこの動画見てほしいし、そしてこの方法だけ聞いて終わりじゃなくて具体的に行動してほしいと思うから、ぜひねコメント実際にアウトプットしてほしいと思ってるしね、まあ、こういったいわゆる副業だとか稼ぎたいとか、今までなかなかこう勇気を出せずね副業に踏み出せないとか、実際副業をやってみようと思ったんだけど結局稼げなかったっていう人、そんな方でもね大丈夫。ドラゴン先生が本当ビジネス初心者向けに丁寧に教えている、そういう情報はね LINE の方から送っていますので、ぜひドラゴン先生から直接ビジネス学べるチャンスっていうものは、そのイベントとかの情報は LINE から流しますので、ぜひ LINE で友達になっておいてくださいと。いっちゃいましょうか。お願いします。ズバリいきます。これがですね、後出しセールス法です。後出しセールス法、これを使っていけば、これが、まあ、まさに副業になるっていう。後出しセールス、じゃんけんするときに、はいはい、じゃあタンクさんやろうか、はい、最初はグーじゃんけんぽいぽい、いや後出しですよそれ、はい、勝ち確定です。それはそうじゃない、後出しだもんタンクさん今チョキ出してたんですけど、後出しだから勝てる。これをセールスの時にも同じようにやれば、勝てるよってこと。この後出しセールス法っていう方法がとっても向いてる副業こそ、そうコーチング副業です。もうちょっと詳しく聞いてもいいですか。後出しセールス、はい、つまり相手が出すものが決まっているのを後から出すセールスっていうことね。イメージ湧く。これ相手が出すものを後から出す、相手がもう出すのが分かってるんだから、それを出せばいい。つまり相手が欲しいものが分かってる状態から商品を後から作るっていう方法です。これやれば勝てるでしょ。まあ、確かに買ってもらえますよね。そのためにコーチングで話を聞いておいて、そして相手が欲しいものこれですねって確認しておいて、それを売る。これ 99.9% 売れるでしょ。まあ、そうですよね、欲しいんだから。はい、以上ですもう言わない。ここからは有料かな合ってるね、これね。そうですね、確かに、はい、これで稼げない人っているっていう感じ。まあ稼げますよね。だから以上です。もうちょっと具体的にどんな風に欲しいものとか聞いていけばいいんですかね。それはコーチングで聞いていけばいいので、はい、コーチング学んでください。コーチングの仕方は概要欄にあるよね。コーチングの仕方を学べば、はい、相手が欲しいものが手に取るように分かりますので、はい、以上です。皆さんちょっとあんまり情報出したくない感今日満載ですね何が聞きたいの逆に。これでもうだって俺でもう稼げると思っちゃったもん。はい、でも、まだ1個不安なところがあるんですよ、はい、それはコーチングをする相手ですよね、はい、お客さんとなる方、その方とどうやって出会うかっていうところだと思うんですよ。 LINE に来てもらいます。
で LINE で、僕と話したい人いませんかって言って、話したいですっていう人と、日程を調整して、Zoom とかで話します、でコーチングして、こんなのが欲しいんですねって確認して、はい、じゃあこれがこういう商品だったらどうですかってやって、買いますって言って買います、以上。出したくない感じ。いや何が難しいのって LINE に来てもらう、やっぱ LINE に来てもらうっていうのは、まあ、これも概要欄に出しておこうと思うんですけど、やっぱこのリストに関するこの SNS の使い方っていうところになってくるんですかね、俺初めに言ったけど、そんなすぐ稼げないよっていう話をしたと思うんだけど、そこに来てもらう人の質が大事じゃん。金全くないです、お金払いませんっていう人が、そこのリストに来てもらっても困るよね。リストっていうのは、その中から買う人っていうのは 10% ぐらい、高い商品だったら 2% から 5% っていう、そうやって言われるぐらい、100人いたら2人から5人ぐらい買ってくれたらラッキーぐらいな感じの高単価だったらね、そこのリストにどんな人を貯めるかが大事なわけだよ。そこに自分が来てほしい人、いくらぐらいのどんな商品を売りたいのかっていうところが大事になってくる。以上ですその商品っていうのは、後出しだと思うんですけど、そこの部分が全然イメージできなくて。おー、というと例えば、どんな商品が相手の欲しいもの、なんて言われるのかなっていうのはありますね。だってそこにリストで来る人っていうのは、発信した内容に対してリストが来るんだよね。そうですね、確かに。だから発信した内容によるじゃないの。それに関しての何か悩みっていうか持っている方がいるので、その方に寄り添ってヒアリングして自分で提案をしていくっていうことですかね。そうです、確かに売れそうな感じはします。例えばさ、動画編集がタンクさん商品なんだとするならね、動画についての SNS を発信するじゃないの。そうですね。例えば動画編集やりたいなって思う人がいたら、そのリストには動画編集やりたいなっていう人たちが来るような設計して、動画に来てもらったら、その動画に来た人に動画編集やりたい人相談乗りますよって言ったら、話して、どんな動画編集したいんですか、いくらぐらい稼ぎたいんですか、どれぐらいの時間で動画をマスターしたいんですか、3ヶ月ぐらいで動画編集ここまでできるようになりたいですね、いくらは稼げるようになりたいですねって言ったら、あ、じゃあそういう商品あなたのための完全フルオーダーメイドで作りますよ、でこの期間だったらこんだけの動画編集できるようになりますよ、で期間もこんだけでここまでやります、時間はこんだけのものがありますっていうのを提案して、で事前にいくらぐらいだったら出せますかって聞いておけばいいんじゃないの。あとはこんだけですけど何かありますかって言って事前に聞いてんだからちゃんと、で提案するだけだから、はい買いますっていう確認で、あ、じゃあ振り込み先はこちらですとかね、支払いはカードかまた分割化を選んでもらうっていう、そんな流れだけど、何か納得はできます。納得はできる。納得はできます。どこが引っかかってるの。納得はできるんですよ、もちろん。本当にそれで売れるんかなっていう、やったことがないからあれなんですけど、イメージがなんかあんまできなくて。イメージ、何ができない。それで売れるイメージ、やってみればいいかもしれないですけど。やってみてください。 LINE は持ってますか。 LINE 持ってないですね。あこんだけビジネス小学校さ100本以上一緒にやってて、 LINE だよって、俺 LINE のマーケッターだよ。俺その相棒が LINE 持ってませんって、そりゃ LINE 誰もいないで LINE ゼロだよそれ。いや、ビジネス力ゼロっすね今。そうだよ、そう、戦闘力ゼロですよ。戦闘力ゼロっすね、はい。じゃあ SNS 発信してますか。発信ちょっと最近見ますね。それまでリストに来ないじゃん。そうっすね、確かに。ただそんだけの発信して、もう今日だって何も書いてないですよ。じゃあ、今の話をまとめるとね、ちょっと、まとめますよ、6段ぐらいにしていけばいいのかな。一番最後からいきますよ、制約、つまり買いますって言ってくれるのが最後の階段だよね、これ乗ったら稼げるってことか。なるほど、でその前に提案するよね、提案資料を提案したら、それで買うか買わないかってなるんだけど、多くの人はこの提案するものがあらかじめ決まってると思うんだけど、その前にここで徹底的にヒアリング、なんだったらここで、コーチングをします。でコーチングのやり方は動画の概要欄に、載せておくので見てほしいんだけど、要はその人がだから本当に何になりたいのか、その人どんな人生歩んでいきたいのかっていうところをコーチングするじゃん。でそのために必要なものっていうところを聞くわけよ。そこでしっかりヒアリングした上でここで提案をしたら制約できるよねっていうのが、これ後出しじゃん。なるほど。ここで商品を初めて作るんで、だからこれが完全オーダーメイドなんだよ。もう
マンツーマンです、うんうん、コーチングってマンツーマンなので、コーチングする前に、どうするかというと、ここで LINE に来てもらうじゃん。 LINE に来てもらった人たちに、無料相談受け付けますよって言って来てくれた人たちにめちゃくちゃ話聞いて、うん、あ、買う気があるんだなという人たちにその値段と商品の内容を提案して制約するだけじゃん、うんうん、だけじゃんで、LINE に来てもらうために何するかというと、 LINE に来るのはどうしたらいいんだった？SNS で発信をすることが大事ですね。そうね、 SNS もそうだけど、あと有料の広告でもいいよね。来てもらって LINE、まあ、もしくはメールマガとかそういうところに来てもらうわけじゃんか、うんうんうん、その人にしっかりコーチングをして、はい、ただのヒアリングじゃダメだからね、うんうん、コーチングしないと意味がないんだよ。だってその人が本当になりたいものでないとお金払ってくれないよ、うん、例えばさ、ダイエットでさ5キロ痩せたいですっていう時に、それって5キロ痩せるのに20万払います？いや僕払わないですね。30キロ痩せれますって、まあ、そんなに太ってないからだけど、うん、例えばたった2ヶ月でもうバキバキボディにしますよって言われたら40万ですって言われたらどう？さっきよりも払いやすいですね。それがライズアップじゃん、はい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 、ライズアップが40万なのかどうしようか分かんないけど、うん、ね、4、50万だと思うんだけどね、うんうん、SNS とかこう有料の広告を、打っていく、その前にやっぱり大事になってくるのがコンセプト、はいはい、誰に対してそれを発信するんですかというターゲットを決めたりね、うんうんうん、でコンセプトってやっぱ差別化が大事だから、うんうん、動画編集って言ったって動画編集に興味がある人っていっぱいいるじゃん、うん、それは20代の男性にしていくのか、うんうん、40代女性にしていくのかで全然変わってくるって発信の仕方が、うんうんうん、だタンクさんは情報発信をしていくんだったら、はい、タンクさんはどうなの、今後どうしていきたいの？今後ですか？と YouTube のマーケッターとして、はい、YouTube のプロとしてですね、はい、お客さんのアカウントをですね、うん、ちゃんと結果が出るようなアカウントを作っていきたいなと思ってます、うん、そうであるんだったら、うん、SNS でやっていくのがいいのか、うん、有料にしていくのかっていうところなわけ、うんうんうん、で俺だったら SNS っていうよりは、うんうん、有料広告ドンです。あ、要は YouTube 伸ばしたい人っていう、うんうん、そういう人しかお金払えないでしょ、うん、SNS でお金持ってる人ってそんなにいないわけだから始める、うんうん、っていう風にして、じゃあ有料広告打つために何が必要かというと、クリエイティブっていうものをね、うんうんうん、作ったり、広告系と出したっけ、うちって広告の打ち方って軽くなんですけど、軽く しっかりは出してないですね。じゃあもうなんか広告とか知りたいよっていう方、うち広告もやってるので、うんうん、Facebook、Insta でしっかり結果出してる広告って、やっぱ一人のリストを取るのにいくらこれかかるかというのが大事なんだよ、うんうん、こう CPA なんて言うんだけど、うんうん、この CPA がもう初めね、メルマガのリストを取るのがもう 4,5 千円かかってたんだよね、1リスト、うんうんうん、もう今ね、本当1000円、1500円ぐらいまで落ちてきてるし、うんうん、もうある日なんてさ、もう500円で取れたこともあったから、かなりこうレベルがね上がってきてるので、興味があるよという方はぜひコメント欄で寄せてほしいなと思ってます、うん、はい、ということで、まあ、やってることってシンプルだね、うんうん、コンセプトを決めて SNS、うん、まあ、もしくはなんか広告を打っていきます、うん、そこで LINE に登録してもらった人たちにヒアリングをしながら、うんうん、でも大事なのって言ったらコーチング的にヒアリングするってことだね、うんうん、でそして提案、ここで完全オーダーメイドの商品を後からもうしっかりキーワードに作り込んで、うん、それを提案したら買うでしょ、うんうんうん、これ 99.9% 買うじゃん、確かに、で制約、はいはい、これが後出しセールス層であり価値確定のコーチング副業です。なるほど、あ何のあですか、なんかこうついに行っちゃったなってまあでもこれはね、やっぱこれで皆さんがね稼げるようになったら嬉しいなと思うので、うん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 、ぜひですねやっていけばいいかなと思うし、うん、うちのママタネコーチング塾で何をやってるかというと、やっぱここのコンセプトね、ここはやっぱり決めていく、うん、まあ、ドラゴン先生と一緒にこう決めていって、うん、で発信の仕方も教えていって、うん、じゃあ LINE にどうやってつなげていくか教えていって、うん、そしてコーチングの仕方も教えていき、うん、セールスの方法も教えていき、どうやって制約を取って、さらに制約した上でどうやってその人をサポートしていくかまでも教えるっていう、もう本当オールインワンの学びっていうのがこれママタネコーチングなので、自分で一生懸命やったんだけどなかなか結果が出ないっていう人はもう俺学んじゃった方が早いと思う。だからそういう方ね、興味がある方はぜひ概要欄の LINE から登録してもらって、体験会やっていますので、ぜひね参画してほしいなと思っておりますと。
ということで今日の、ね、動画が役に立ったとしか思えないから神回でしたね。そうだと思うのでぜひですね、高評価ボタン、だからね、チャンネル登録してください、ね、ぜひね。あとコメントでぜひね、こんなことも聞きたいんだというところももらってもいいし、あの LINE で質問してもらっても全然いいですので、バンバン何かしら反応してもらいたいなと思っております、はい、ということで生きる力は稼ぐ力、ドラゴン先生でした。大丈夫、あなたならできるよ。またね。